ブレードマンのブレードで羊の毛を刈るっていうことでシープマンじゃないかなと思うんでシープマンいきます。ダラッタダラッタダダラララーン。おわ、エレクトリカルなステージだ。あ、敵か。なんだこれは。消えた。行っていいのかな。あ、ダメージになる。敵。お、トゲがある。ああ、そういうことか。まあ、ネジを確保しておこう。あとちょっとブレードも確認しておこう。ああ、消す順番を間違えると死ぬってわけね。よし。あ、コーミングはないのか。これも奥に行った方がいいんだな、おそらく。あ、そういうトーテムポールみたいなやつだな。きっと奥にはいいアイテムが。そんな良くもなかった。赤色、緑、黄色、ダッシュ。なるほどね。落ちずに行ったらいいものがもらえる。別にラッシュで取るからそんなんなくてもいいんだけど。もうあっちはいいや、めんどくせえ。そしてこれはどういう仕掛けだ。あ、歩くと動く。そして電力がたまるとこうなる。そしてちょっとずつ戻っていく。なるほど、これは面白い仕掛けだ。これもどうだ、奥と手前。手前かな。わざわざ消せるってことは、あ、トゲも一緒に消えるんだ。どっち行こう。奥に行こう。うん、どっちから行っても大した違いはなかったな。ここは中ボスかな。発電して、なるほど、足場を作って、あ、ダメージにしっかりなる。あ、オッケーオッケーオッケー。あんまり強くないな。むしろ弱かったな。トーテムフォルメ。おっと、撃つ前に倒す。ここも、まあ、早い。すっごい早い。どういうことだ。あ、もっと貯めれるのか。前回まで貯めて一気に。いけるか。いけた。これも上だな。これジャンプで届くんじゃないの。なんだこの敵。敵かと。あ、焦った。あれがくっついて盾を持って帰ってくるのか。なるほどね。もう中間は中ボス倒したところで超えてるから、もうすぐボスかな。早速来た。1、2、3、4だな。1、2、3、4。
オッケー。ああ1、あ、ちゃんと見てよ。1、2、3。もう全然わかんない。1、2。とりあえず、あそこまで行けたら、一回安心かな。1、2、3、4、5。OK。2、3、4、5、6。あ、なんかめんどくさい装備になっちゃったな。これも上から行ってる方が安全なのかな。直接上に行こうか。よし。あ、やばいやばいやばい。もう一回我慢しなきゃダメだったんだ。中間どこだろう。ここか。1、2、3、4、5、6。ここだな。これは上にジャンプで届く。2、3。ちょっと待って、上に。 OK。 よし、あー、ここもいきなり飛び降りたら死んじゃう。 M 感がある。消したら落ちる。青を消しちゃダメ。あれ、これ左側に行っても青消えるんじゃないの。あ、 OK だ。 M 缶じゃなくてヤトン缶だった。よし、あー、無駄に食らっちゃった。やばい。おー、ナイス回避。そういうわけでシープマンに到着。多分ブレードだと思うんだけどな。当たってるかな、外れてるかな。どうだ、くらえ。当たりか。あ、雷だ。当たりっぽいな。お、今回は捨てゲーで。パターンはつかめた。で、最後が来ると。お、パターンつかめたな。これ勝てるんじゃないか。あ、ミスった。でもこれブレードが弱点だな。とりあえず初めはノーマルで行って、雲になったらブレードに変更と。ジャンプ中に打つと下に降りるんだよな。この時に端っこからブレード打ったら、この位置だときついな。はい、もういいや、普通にブレードで戦おう。この時は当たり判定ないんじゃない。あ、結構長いな。結構やばい。
これで勝たないと。やばい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 。もう一発。やばい。ここは勝っときたかった。そもそもブレードも弱点じゃなかったくさいな。連打連打。これも自分の位置に合わせて来るわけではないのだ。でもまあパターンは分かったからもうダメージ食らわないから。食らわないって言った途端に食らったけど。早い方が楽だな、かわすの。よし。ちょっと油断した。ジャンプ。よし。ああ、ぬるい方だった。あ、これ勝てるだろう。油断してると負けフラグだから、最後まで油断せずに。もう一発、オッケー。シープマンに勝った。あ、でもどうやら武器は外れだったみたいだな。アンダーボール、小さい雲出してそこから雷を落とす武器。もう100溜まったかな。あ、結構簡単に溜まるな、ネジ。とりあえずこれを買っとこう。あと、いざという時のためにイーカンとダメージ半分も買っとこうかな。どうしても勝てないボスがいたら、使います。